敵の支援機能を分断するってことですね。先生は、俺は前線で直接敵を叩く。君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれてミッションスタートだよ。 気づくな。大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます。援護してください。焦っちゃダメだ、カカシ。やっぱり君が。
あなたが行くのです。今日は俺が隊長だ。チームは隊長命令に従うのがルールでしょう。俺たちはカカシのフォローだよ。はい。ないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代してジンを取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやら。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ。状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、
忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。君たちが互いに協力できずチームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ。忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。今日中は渦巻いていた。正しきは何なのか。まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を前へ。少年たちは懸命に走っていた。さてさて、ここからは2人に分かれる。みんな頑張るんだよ。さあ、港と離れたカカシたちは一路目的地カンナビ郷を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日、ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む3人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、you
はその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。Oh!